RDR2、 じゃあ続きやっていこうと思います。でね、ここの町、バンホーンっていう町なんだけど、ここで何らかのイベント起きそうなんで、じゃあ早速、ハテナマークあるところだね、マップ上の。ここだよね、多分この家っていうかなんだろう、店？ここの誰だろう？ここの女の人かな、これ。この人に挨拶。挨拶が、できた。大丈夫かい？なんか後ろにいる人、頭の形が違う。芸人の素顔。いわゆるあれかな、なんかフリークス的な感じかな。ブリーでもあったな、フリークス賞みたいな。エレクトロニックアーツ大好きだよな、フリークス系。この人たちは、芸人なのか、彼らは。お金を払ってないのに酒を飲んでいるぞ。後ろ後ろ、志村後ろみたいな感じだよな。やばい、パワー系致傷だ。これやばい、殺されるぞ。どうやって抑えんだろう、これ。やばい、パワー系致傷はもうリミッター外れてるから。やばい、来る。殴り合いか。うわ、強い。リーチが単純にすごい。ガードすごいな、今。これ強くないか？普通に避けんじゃん。ならこっちも、油断はしないぞ。よし、決まった。母親の言うことを聞け。確かにいるな。あれ、母親か。顔面もっとあれだぞ。ものすごい形に変えてやろうか、俺が。顔の形、変えてやるぜ。わあ、避ける。ボクサーじゃん。ボクサー並みじゃん。芸人やめろ、ボクサーやれ。これは強いぞ。クソ、連打が止められる、コンボが止められる。見にくいな、お前の顔だ。よし、これ強いな。倒した。強いな、これは。突然殴り合いだもん。檻に入れといた方がいい。ママみたいに世話してやれる人は他にいないわ。帽子が、俺の帽子か、あれ。めんどくさいイベントだな、これ、多分。また面倒なことに巻き込まれてしまう。やつがどこに逃げたか教えて。何これ？マグニフィコだって約束したでしょ？約束どころじゃない。マグニフィコってやつを俺が多分探すんだろうな。森の中でキャンプ。本当にママだね。確かに酒は飲むな。ずる賢い野郎が寝てるとこを見つけたら、やっぱり俺が探すんだな。マグニフィコ。バーテンの人も聞いてるわ、今。店主の人も。お金払った？今、ちゃんと。芸人の人。闘銀師ももっといろんな街にな。いてほしいな。あと、和田氏も。売るか。とりあえず、金品売って、これか。25ドル。結構高いじゃん。2500円。300台いくか、これ。じゃ、なんか買うか。作成とかできる？今はできないか。じゃ、なんか買おう。ダイナマイト、いいね。いっぱい買おう。1ドルでダイナマイト売ってるって安くない？これ。すごいな。あらゆるところ爆破させたい。これはなんて、解錠道具。音を立てずに鍵を開けられる。ん？欲しい。
死刑執行人のフード、正体を隠して犯罪を行える。これも買おう。金属スカルマスク、そんなのもあるんだ。あ、こっちの方がいいかもな。サイコマスク。あ、面白そう、買おう。で、例のマグニフィコっていうのがここら辺か。あ、キャンプしてる、弾取ってるわ。チワース。あ、もう普通にいるわ。これに会話すればいいのかな、もう。あっという間に見つかったな。銃声聞こえた。あ、これは芸人っぽい。あー、なるほど、小人か。遠くから見たら分かんなかった。あの女は魔女だ。面倒見てもらったんだろう。そっか、芸人って、当時の芸人ってこういう感じなのか。今の価値観で芸人っていうとちょっと違うからな。あ、なんか面白いことやった。これは追うんだろうな。小人プロレスとかもあるし。おお、かっこいい。特撮みたい。足速いな。自分がどこにいるのか教えてくれてんじゃん、これ。むしろ普通に芸豊かじゃん。これはお前の才能だわ。煙の中でマグフィニニヒコを咲かせ。これじゃなかったで、こっちでもなかった。じゃあ最後1個、オレンジか。でもね、いないんだろう。あ、ビーバー、ちょ待って、んどこだ。やっぱアメリカアライグマ。あ、てか黄色くマークされてた。この人すごいな。お前一人でやっていけるわ。どういう仕掛けなんだそれ。もともと仕掛けてあったということ以外に証明できない、説明できないんだけど、もともとここに用意してましたみたいな。もう魔法では逃げきれないぞ。彼女はそんなに悪くない。多分後で分かるんだろうな、彼女やばかったみたいな。そういうオチではない。こっちです。あ、上か。ダイナマイトか。え、すげえ。お、白いマーク。ちゃんとマップ上で表示されるのはありがたいわ。普通に見逃しちゃうから。カラフルだなこいつ。カラフルな小人だな。列車に飛び乗るとかないよね。列車に飛び乗ってどっか行くとか。一体どうやって。あ、やばい、来たよ、その例のウサギと同じ身長。戻ったんじゃない。グレートホワイトウェイ行きの列車に乗る、消えるんだ。いや、でもこいつなら一人でやっていけるわ。次は女に使って梅毒。当時流行ったんだろうな。まあ今も流行ってるか。そこのバカもいる。ところでこのバカは誰だ。エンジンか。口も多少だ。背は低いけど態度はでかいみたいな感じなんだろうな。熊の餌一口で食われるだろう。なんかやったのか、犯罪的なやつ。さっきのマジックで逃げればいいのに。あんなことがあっても。あの女の人のもうこの股の開き方すごいよね。あの小西まなみの舞台見てるみたいな。うまくいってよかった。なんかないのかな、シャレ。
We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. お、その日の稼ぎも分ける。次はサンドニーか。あ、なるほど、サンドニー結構遠いとこだね。一番端みたいなとこ。じゃあそこでまた出会える感じなのかな。これ異様な光景だな。ジェイソン・マスクつけた男が伝説のビーバー持ってます。あ、二人いる。彼らの前で皮剥げますか。見ますか。これ伝説のビーバーなんですよ。さっき俺撮ったんですよ。自分撮ったんですよ。これどうですか。これ伝説ですよ。これいりますか。この残りの実、これ目の前にどうですか。これでアクセサリー作れるから。盗品商に遠く行っちゃった。そして誰もいなくなった。じゃあ早速あ、朝まで待つか。もう店じまいしてんのか。じゃあ作成してもらおう。アクセサリービーバー能力見ようか。全ての武器の劣化が 10% 遅くなる。効果は永久に持続。なるほど。でも劣化素子か。なんかそうでもないな。なんかあってもなくてもいいみたいな感じするけど。あとクーガーとかいるのか。エルク、キツネ、ライオンとかもいるんだ。